人が愚痴ってる時は好感度を上げるチャンスだったりします。人の愚痴ってつい同調しちゃうじゃないですか。そういう時こそ同調せずにいい人っぽいことを言う。もちろんわざわざ本心とは違うことを言う必要はないですが、挫折がないからストーリーに起伏がないし、心配もないから応援しなくても大丈夫だと思ってしまう。だから挫折できてラッキー、目標がなければラッキー、ここまで来れたと思えるんです。上を見るより積み上げてきたものを見る方が絶対楽しく生きられるじゃないですか。ピンチの時に前向きに頑張っていると周りの人が評価してくれるんです。みんなが大丈夫って心配している時に元気でいると強いねって言ってもらえる。ピンチをネタにして笑い飛ばしているとすごいねって言ってもらえるんです。ピンチの時って評価のハードルが下がっているんですよ。それで得してるんです。私ずるいんです。おじさんと喋るのは得意だと思います。接し方としてはすっごい立場が上の人には友達感覚で話して、ちょっと偉い人には下から行く。私は笑っていい友で2年半タモリさんとご一緒させていただいたんですが、収録後は普通に一緒にご飯を食べていたし、私に対して普通に話してくれるんです。偉すぎる人って心が広いんです。後輩たちにこびるような態度はやめようと決めました。具体的に言うと、私に話しかけてこない子にはわざわざこちらから話しかけて機嫌を伺うようなことはしない。芸がないのにテレビに出させていただいて本当にありがたいので、芸がないなりになるべく長く生き残っていきたいです。話題がないことが一番怖いんです。燃料をどんどん足していかないと沈下しちゃうから、沈下する前に好きでも嫌いでもいいから話題になるような燃料を見つけて自ら投下する。私は天狗にはならないですし、ましてや神にもなりません。誰よりもファンの方の力の大きさとありがたみは分かっているつもりです。事務所やたくさんのファンの方からお叱りを受けて反省しないほど私の心は強くありません。ピンチはピンチだと思うんです。でもこれはチャンスなんだと信じて思い込む。その思いが強ければ思った通りになるんです。挫折できてラッキー、弱音を吐けるチャンスをもらえてラッキー、プライドなんて捨てた方がいろいろ得だと思います。なんで私がこんなことやりたくないよと思う仕事はいっぱいあるけど、やるかやらないかならやった方が得です。私はとにかく戦いたくないんです。人とも戦いたくないし、自分とも戦いたくない。だから私は目標を決めないんです。目標を決めるとそれと戦っちゃうからです。毎年今年が今までの人生の中で一番充実してたって思うんです。充実がどんどん上書きされていっているので、今年もさらに上書きです。年が終わって楽しかったと思えれば幸せです。ネガティブなことを人前で口にするのは良くないと思います。周りをネガティブな雰囲気にしてしまうし、その雰囲気が自分に返ってきちゃうから。そもそもどうしようと言っている時間がもったいない。悩む時間はなるべくコンパクトにする。自分のコンプレックスなところを恥ずかしいと思っているから、ぐさっときて傷ついちゃうんだと思うんです。だったら恥ずかしいという気持ちを捨てる。気にしすぎるな、そこじゃない、そこにいたら負けちゃうんだから他の道を探すしかない。自分なりの武器を一つ見つけて鍛え上げて、その武器で戦う、それしかないんです。私自分の人生が超好きなんです。外見とか人間性には自信がないけど、自分の人生には超自信があります。自分の人生は一番いいし一番幸せだと思ってる。そのことに関しては誰にも負けない自信がある。